皆さんこんにちは、ラバーダックです。今まで様々な兵器を作ってきましたけれども、今回はですね、制御していた FX、 つまりですね、関数回路を PID 回路に置き換えていきたいと思います。これによりですね、非常に精度が上がること間違いなしということなので、ぜひやっていきましょう。ということで、今回組み込むのはですね、こちらですね、以前ご紹介したレーダー誘導式のガンタレットです。作り方についてはですね、わからない方いたら下の概要欄から、こちらの動画見ていただいて、その前提で皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、特にここ部品についてはいろいろ置き換えることはしません。ただですね、ここのマイコンの部分さえいじれば、PID に書き換えることができるようになっています。はい、ではやっていきましょう。はい、ここ押してと、中にマイクロコントローラーをいじっていくわけです。で、以前ご紹介したこれ回路図ですね、書いたと思います。もし分かんなかったら下の概要欄から見てくださいね。はい、でですね、今回書き換える部分に関しましては、こちらの FX、 つまり関数ですね、以前マイナス 3×X と入力してあったと思います。こちらを取り外しまして、PID に変えていきたいと思います。では部品ご紹介しましょう。今回2つですね、まずですね、プロパティナンバーということで、これは新しい部品になると思います。あともう一つがですね、PID コントローラーアドバンスドということで、これ PID のコントローラーになります。で、上の方のですね、普通の PID コントローラーというのがあるのですが、それではなくて下の段の PID コントローラーアドバンスド、こちらを使ってください。では置いていきますが、こちらですね、結構巨大なので PID は、ちょっとスペース考えておいた方がいいかなと思います。ちょっと下げておいた方がいいかな。はい、こんな感じにしておいてください。はい、あともう一つですね、今回新しいプロパティナンバーですけれども、こちらを置いていきます。まあ置く場所に関しては皆さんのご自由にといった感じなんですが、これは本当にセンス出ますね。整理整頓好きな方は、整理しながらという感じになっています。はい、でこれで配置は完了です。では、配線していくんですけれども、この PID について、ご存知ない方は下の概要欄からね、 PID の説明動画がありますんで、そちらから見ていただければなと思います。で、こっち、スイッチボックス、つまり数値選択の回路からはですね、どこつなぐかというと、ここですね、上から2番目のところにこれつないでおいてください。はい、このとこはかぶるんでね、どうしても美しさが損なわれるんで、注意して配線していってください。はい、こちら側もこうですね、両方とも同じような形になってます。はい、次プロパティナンバーなんですけれども、はい、ここ下の3つありますね。ここ2番目ではなく3、4、5番目です。こちらに順番につないでいってください。よいしょ。よいしょと。これは下も一緒ですね。よいしょ。よいしょ。よいしょと。こんな感じになってます。はい、これでほとんど終わりですね。あとはですね、こちら、はい、この PID を、起動させるボタンなんですけれども、常時起動させててもいいわけなんですけれども、特にね、こちらに関しては、何か敵などを発見した時に初めてこれ PID 動かした方が、燃料効率というか電池効率も良さそうなので、はい、こちらから、はい、何か物発見しましたよのところからこうつないでいきます。ほんとごちゃごちゃしますねもうちょっと皆さんは考えてこれ配置した方が美しいんじゃないのかなと思います。こっちにね、これを移したりとかしたいわけなんですけれども、そんなに変わんないですからね。よいしょ。はい、こんな感じになってます。そしてですね、最後ここ X と Y の方にこう結んでいってください。はい、これで配置としては終わりました。はい、でプロパティナンバーの説明なんですけれども、ちょっとこれでですね、更新しておきます。するとですね、出てくるのここ、はい、見てください。これプロパティナンバーを組み込んだことによって、ここバーが出てきたわけなんですけれども、以前はですね、何かここに数値を入力したい、 PID の制御値を入力したいという時はですね、多分マイコン、使うとしたらですね、コンスタントナンバーというのを使っていたと思います。はい、日本語では定数ですねの回路なんですけれども、これをここに置いていって
って、数値を変えるときは、ここの画面に来てここにこうやって数値を打ち込んでいってたと思います。しかしですね、このプロパティナンバーというのはですね、そうではなくてですね、こちら側の普通のクラフト画面から、ここのマイコンを押せばこんな風に、数値が出てきまして、ここに番号を打ち込んでいくと、数値を打ち込んでいくことができるようになっています。これによってですね、少し、簡単に、制御値を変えることができるようになっています。なのでこれを使っていきます。で、今この状態だとですね、ナンバーとこれどれがどれだかよくわかりませんので、こちらをですね更新していってと、よいしょ、こうですね。で、ここでですね、ここ、はい、押してください。そうするとですね、ここナンバーになってますから、これをそれぞれ分かりやすい値に変えます。でですね、これ一番上のやつは何に結ばれているかというと、PID の P ですね。P の制御につながれていますから、P としておきます。で、これ最終的には X につながれているので、X の P とでもしておけばいいんじゃないでしょうかね。なので、X の P と。しておきます。で、こちらも X の I ですね。はい、すべての数値を打ち込みました。これで更新してます。はい、更新するとですね、分かりやすく XP、XI、XD、YP、YI、YD となりました。これでですね、数値を変えていくことによって制御値をどんどん変えることができるようになります。で、ここでですね、いろいろ皆さんの、この兵器に従っていろんな調整をしていきます。で、調整の仕方についてはですね、PID の動画にありますので、そちらをご覧いただいて、少しね地道にやっていただく必要はあるんですけれども、うまい値を見つけられればね、かなりいいものができますので、頑張ってみてください。はい、で、制御値をいろいろ探ってみまして、私は今回この制御値あたりがいいかなと思ってつけました。皆さんによってね、それぞれ制御値は変わると思いますので、気をつけながらやっていってください。ではちょっと実践見てみましょうか。はい、ということでやってきました。少しですね、離れたところに標的車がありまして、ここにタレットがあります。ではタレットを起動していきましょうか。よいしょ。はい、今のところはレーダーの範囲内にないので特に動いていません。ぴったりとね、静止した状態にあると思います。では車動かしてみましょうか。はい、来ましたね。バンバンと打っていって、この車が動くたんびに、はい、爆発しました。うまくいきましたね。きちんとブレずにいっていると思います。今少しね、打ってる時に上下したりしていましたけれども、もう少しですね、ここの値を煮詰めていくと、さらに精度の高いものになっていきます。こういったものをですね、ミサイルなどに組み込んでも、どんどんミサイルの性能であったり、反応速度、あるいはですね、対応性などが上がっていくので、ぜひね、皆さんもこれをやってみてください。はい、ということで今回はですね、兵器に PID を組み込んでいきました。皆さんもね、ぜひやってみてください。ラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。